さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。5月17日から19日まで第74回姫路お城祭りが開催され、市民の皆さんや観光客など大勢の人出でにぎわいました。今回のウィークリー姫路では5月17日の姫路城滝技能と18日のパレードやステージイベントなどをお送りします。幾千の時を超え世界へ誘う白鷺の舞をキャッチフレーズに、第74回姫路お城祭りを5月17日から19日までの3日間にわたって開催しました。初日の17日は姫路城滝技能が開催されました。姫路城滝技能は日本を代表する伝統芸能の能楽狂言を市民の皆さんに鑑賞していただくため、昭和42年に姫路滝技能奉賛会を設立し、今年で53回目を迎えました。観世流能常政で開幕、一の谷の合戦で討ち死にした平常政の霊が在りし日を懐かしむ優美な舞を披露しました。続く大蔵流狂言太刀奪いは、泥棒を捕らえて縄をなうということわざを舞台化した狂言です。刀を奪われた主人と太郎冠者が男から刀を取り戻すために計画を立てますが、肝心な場面で間の抜けた対応をする太郎冠者や、男が捕まってからの三人三様のコミカルな動きが笑いを誘いました。日没後、かがり火に浮かぶ白亜の姫路城を借景に、観世流能三輪が披露されました。大和の国、三輪の里に住む僧侶と神との交流を幻想的な舞で表現しました。クライマックスの神楽の舞では、能ならではの神楽の表現を楽しむことができました。18日は大手前公園と大手前通りでセレモニーやパレード、姫路大名行列などが開催されました。大手前公園ではオープニングセレモニーが行われ、姫路お城祭り奉賛会津田隆夫会長、清本秀康姫路市長、三輪俊幸姫路市議会議長が挨拶しました。姫路お城のアンバサダーの3人によるスタート宣言が行われました。第74回姫路お城祭りスタートです。ステージでは一輪車演技や和太鼓演奏、ダンスなどが繰り広げられました。大手前通りでは華やかにパレード出発式が行われました。姫路市消防音楽隊、姫路お城のアンバサダー、鳥取シャンシャン笠踊りなど多数の団体が参加しました。またご当地キャラクターパレードでは、白丸姫や寛兵衛くん、近隣の市や町のキャラクターや彦根市のひこにゃんなど15のキャラクターが勢ぞろいしました。お城祭りでは初めて車椅子利用者と介助者にゆっくりとパレードを楽しんでいただけるよう専用見学ゾーンを設けました。姫路書道キッズは今回のお城祭りのキャッチフレーズを記号し、力強い文字が披露されると観客から大きな拍手が起こりました。
歴史大漢時代パレードでは、熊本城おもてなし武将隊、赤松手作り鎧兜の会、姫路城おもてなし隊などがパフォーマンスを披露しました。そして千姫輿入れ行列には、家老や侍女などに扮した地元の小中学生とその保護者が参加。姫路大名行列では、江戸時代の絵図をもとに制作された姫路藩の豪華絢爛な衣装や道具が揃えられ、協力団体や公募の市民の皆さんらが参加し、時代絵巻を繰り広げました。大手前公園ステージで披露された広島秋高田神楽ヤマタノオロチは、広島県無形民俗文化財に指定されている伝統芸能で、日吉神楽団の演舞が披露され、ダイナミックな舞は大勢の観客を魅了しました。爽やかな風が吹き抜ける大手前通りには、およそ1000人による総踊りの輪が広がりました。3日目には、姫路よさこい祭りやキッズイベントなどがあり、第74回姫路お城祭りは3日間でおよそ7万7000人の人出でにぎわいました。インフォメーションのコーナーです。まずは労働相談のご案内です。解雇、賃金、就業条件、労働災害、年金などの勤労者が就業する上で発生する問題についての相談を受け付けています。専門家が相談をお受けしますので、お気軽にご利用ください。ただし、すでに弁護士に相談されているものや裁判所で係争中の事件は受け付けできません。相談日は毎月第1、第3木曜日、第1木曜日は社会保険労務士が、第3木曜日は弁護士が相談に応じます。場所は姫路市役所1階市民相談センターです。受付は当日午前9時から午前11時までで、先着6名。相談時間は午前9時30分から午前11時30分まで、1人およそ20分とさせていただきます。詳しくは姫路市労働政策課、電話番号 079-221-2094 までお問い合わせください。次に、帯状疱疹ワクチンの接種費用の助成についてのご案内です。今年度から帯状疱疹ワクチンの接種費用の一部を助成しています。対象は満50歳以上の市民、助成額は4000円です。事前に助成券交付手続きが必要です。オンラインでの申請はオンライン手続きポータルサイトからお願いします。保健センター、保健福祉サービスセンター窓口で申請する場合は、窓口に来られる方の本人確認書類をご持参ください。助成券は交付申請をしてから10日程度で送付されます。助成券が届いた後、市内の指定医療機関で接種の予約をしてください。帯状疱疹ワクチン接種実施医療機関についてはウェブサイトで確認をお願いします。詳しくは姫路市保健所防疫課、電話番号 079-289-1721 までお問い合わせください。今週のウィークリー姫路はいかがでしたか？姫路市公式 YouTube チャンネルでは、過去に放送したウィークリー姫路もご覧いただけます。次の更新は6月10日です。次週もお楽しみに。さようなら。